つまむ、いいね、ちょっとちょっと、うん、飛び出そうなやつだ。いいよ、いいよ、いいね。おー、すごいすごい。滑る？キモ。はい、VTP のほちょね。ハマちゃんです。ダマスです。はい。今日はですね、授業で余ったアクリル箱を使って、はい、ダイヤル端子にして遊んでみようと。そんな感じです。思います。水を加えて溶きました。はい。液体だよね。液体ですね。液体だともっとサラサラ落ちるけど、なんかちょっと中間みたいな。あ、力入れると。力を入れるとなんかちょっとこんな感じで固まってるんですが、固まるんですけど、なんかあれだよね、表面がさ、なんて今光沢見えてるじゃん、この溶けてるみたいな、ただギュッて力入れてさ、あのビーチの砂みたいなさ、そうそう、じゃあ手前からいくよ、はいはいはい、そういう感じ、そういう感じ、もう一個、もう一個、せーの、はい、固まる、はい、じゃあコロ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 、答えですよね、答えですよね、それが、おお、固まる、こんなに、これ大きくなったじゃない、やればできるじゃん、ポンポンやってよ、で、で、うまい、あ、うまい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 、それで、あ、いいね、これ衝撃与えたらどうなるか、どうなるかっていう、じゃあパンチしてみましょうか、じゃあ液面をね、思いっきり殴っていきます、えい、おお、え、さっきシャバシャバだったの、ビンタ、手のひら、ちょっとやばい、ビンタやばい、いや、できるじゃん、うわ、こんな加減の知らない、加減を知らない男だ。こんな感じで、あの水面をはたいて、普通だったら、うん、バシャバシャ跳ねると思うんですけど、跳ねないですね、全然跳ねないです、うん、ただゆっくりやる やると沈みます、じゃこれ手応えがあるわけね、あ、そのままうって上に上げると、おお、すごいすごい、食べがいけば抜けるわけね、ちゃんと手が抜けるってこと、抜けます、だけど力入れると瞬間的な力に対してはこんな感じ、最初は詰めていいと思ったし、はい、よっしょ、はい、オッケー、オッケー、ではこちらのマッサージ機で、はい、振動をさせていただこうと思います、どうなるかな、はい、じゃあここで、まあ、はい、じゃあいらっしゃいから乗せるね、はい、じゃあいくよ、お、お、それと妖怪ダンス、おお、起きてきてきた、あ、すごいすごい、キャッキャコみたいになってる、おお、ブレッドスマから、あ、すごいね、腕大丈夫か、進捗されてる、よいしょ、よいしょっと、あ、すごいね、液体にならねえ、なんか液状にもうガッと入れる、いいよ、行きます、行きます。あ、もう乗せた瞬間だ、低めにで着色きます、はいはいはい、ちゃんと間に動いてる様子がさ、色つけると分かりやすいかもしれない、そうね、すごい綺麗なマーブリング、ちゃんとほら、うねってるよ、うねうねしてるみたい、すごい、ただの液体だったのに、液体っていうのね、赤強い、すごい、でもここもう生き物にしてるじゃん、うわちょっと、うん、飛び出そうなやつが、この生きのいいのをちょっと捕まえてください、捕まえる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 、すごい、本当に生き物みたい、ちょっと硬いですね、で力抜くとまたいる、すごい、すげえ、わあ、すごい、すごい、なんでこんな手にくんの、左側にめっちゃいる、はい、あ、俺ちょ、今この手袋そう盗んで滑る、キモ盗んじゃって、キモ、うん、バンバン白だからな、と感触は握手みたいな感じ、気持ち悪い、あ、すごい独特な気持ち悪い、そう、そんなにやばい、じゃあなんか握手させて、ちょっと、はい、うまい感じに、はい、握手これねこれはあの文化祭のお化け屋敷なんかで掴んだ時は硬いんだよね、ところがその後スーッて指が伸びて逃げられるような感じがする、これがたまんないんだよね、